はい、今回はね、これが何かというと、1980円で、購入できました。本来これは1980円といや、それは購入できません。なぜならこれっていうのは大体特製なんですよね。要するに、まあ、ある一部のところではあるんですけど、花屋さんとかに注文して、まあ、これは特別に贈り物としてこう作るときに、まあ、象牙だと思うんですけど、象牙ってのは要するに作り物の花ですね。でそれをこう作って、こういうこれはウサギだけど、あとはクマとかね、まあ、そういう形に仕上げて、でお客様にこうやってあのリボンを結んで届けるわけです。ですから例えば祝い事とかね、やっぱそういうところじゃないとあのもらえないってですね。まあ、これがどういうわけだか、1980円でした。でこれあの売ってる場所を知ってるんですよ。あるあのここではないんだけど、ちょっと遠いところにありまして、そこに売ってるのを見たことあるんですね、華やかなんかの。でいくらで売ってるかというと、大体これ注文品なんで大体5000円ぐらいするんですよ、あの新品で買うと。でこれほぼ新品だと思います、これ。まあ、なぜかこんな安いかというと、これの部分がこう破れてるからですね、この大部分が。だからまあそれだからっつって5000円のものが2000円ぐらいですから、まあ、安すぎるだろう、そういうツッコミがあるんですけども、ちょっとね、透明のカバーっていうか、まあ、それがあの破れてるからっていう、それだけの理由で、まあ、なんでそれだけの理由で売っちゃったのか知らないんだけど、まああのあまりねお気に召さなかったのかもしれません、前のものがね。でもまあこういうふうに、なっていて、こういうの手作りですからね。私これいいなと思って買いましたけど、これあの手作りです。こういうのは特徴品ですから、こういったものって数多く作れるわけじゃないんですよ。 だって見てください、こうやってね、このうさぎさんのリボンとか、こういうバラのところね、こういったところっていうのは一つ一つこれ、まあ、丁寧にこのうさぎさんの足だとか 手足とか手みたいなとこね、こういうの丁寧にこうやってあの縫ってるみたいな感じですよ。縫い物してるみたいな感じですよ。でうさぎの形に仕上がってるわけですから、まあ、こういった丁寧に作ってるものっていうのは、まあ、本来新品で買うと5000円ぐらいかかる。まあもっとかかるのもあるでしょうね、1万円近くとかね、1万円ちょっと超えるぐらいかな。だからまあそのぐらいしても仕方ないんですよ、これは。うん、やっぱりこういったものって記念品とかにあげたりする。例えば相手が誰かが結婚しましたとか、あるいは誕生日祝いですとか、ね、あるいは退院祝いですとか、そういったところじゃないとあげないから、あの結構だからめったに使われないんですよね、こういうのって。使われないじゃない、めったに売れるって商品ではないんだけど、ただそういう祝い事の時に送ったりするもの。例えば会社が創立したりとかね、あの新しく学校が作られたとかね、だからそういう時だから、だからこれを逆に言えばこういうものを持ってる人って極めて少ないんですよね。うん、でこんだけ大きいですから、ちょっと置き場所もそれなりに取りますしね。でもまあなかなかこの良い作りですよ。ちょっとこれがあのビニールがちょっとね、もうボロボロになってるって、ただそれだけの理由です。だからビニールがボロボロになってるからして、中のものがボロボロになってるかって、そんなことないし、あの新品みたいに綺麗だしね、うん、ほぼ新品ですよこれ。でリボンだとかってくっついたままですから、これはもったいないんでね、あの買いましたけど、なかなかこれはね、いいな、いい買い物だったなと思います。うん、これ今日たまたまね、トミカの発売日だったんだよ。で行ってリサイクルショップ行って巡ってったら、一日中かかるもんですから、そういうとこ行ったらね、これがたまたま売ってたのよ、2000円で。本来これ2000円なんか、本当にマジで言いますけど、2000円高い、買えませんから。5000円から1万円近くしますから、これ。でそれがもうこれなんで買えたったのいいなと。これ前々からこれ欲しかったなと思ったんですよ。私ね、前にその花屋で見かけた時にはこれいいなと思ったんだけど、なかなかね手に入らないし、値段もね、まあ、それなりにやっぱりギョッとするぐらいの値段だから、5000円から1万円近くって結構な大金ですから、高級品のうさぎさんですからね。だからなかなか手に入らないので、まあ、それが手に入ってね、
あ、よかったなという感じで、こういううさぎさんのやつでした。まあもうちょっとこう言うなら、もうちょっとこう目の部分とか鼻の部分とかちょっと別の色でこうつけてほしかったななんていうのはありますけどね。ただまあなかなかこういうな、ね、うさぎさんのものというのはね、いいなという感じです。どうもありがとうございました。